いつか夕暮れの人混みの中で君の声を聞いたような気がして。 今はそう思ってる。初めて会った日、覚えてる？僕が2年の卒業式の日。 ちょうど1年前、僕は初めて振られた。その人は3年生で、男子の憧れの的で、そんな人から選ばれて、僕は有頂天になった。 彼女は僕にいろんなことを要求した。髪型や服装や話し方まで。逆らえば嫌われそうで、僕は言われた通りにした。それでも1年後、 卒業だからお別れだって。間抜けな僕はようやく悟った。ああ、これはゲームだったんだ。 負けるやつがバカなんだ。次からは勝てばいい。だから手当たり次第にゲームを仕掛けた。女の子が夢中になるほど、僕は冷たい優越感に浸れた。 君にひどいことをするたびに、胸がかきむしられるようで、どんどん惨めな気分になる。辛かった。だからいっそ君を誰かのものにしてしまえばいいと思った。 返しのつかないことをするところだった。
僕はどんなに汚い人間かを知ったから。 君と恋に落ちたい。
君に見つめられると胸が苦しくなる。あの時から今でもずっと